さんで宮本選手だってただじゃ済んでないはずですよ絶対に。いや俺が見たってね、さっきの技はフィニッシュだよ、さっきの技はフィニッシュだよ。さあしかしそれを失敗したと僕は思ってるよ。ただそれでもまだ持ってくるんだ。今度は何やる気だよ。さあ宮本が、宮本再び、いや3度目です。浮かれてるにも程があるよ。足場の下には葛西がいますよ。さあしかし残ります。でも登る足取りは遅くなってますよ。今日3度目、今日3度目のトライだ。さあ宮本に勝つ、その1回目2回どうしました。佐々木が起き上がった、佐々木が起き上がった。まさにゾンビだ、デスマッチチャンピオン。さあ佐々木が立ち上がる、赤い赤面のゾンビが。うわしかしこれどうでしょう、佐々木もこれ尋常じゃないぞ、尋常じゃないぞ。おい何をやろうとするんだ。どうすんだよ2人とも。2200人のお客さんが、ちょっと待て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 、それはいくらなんでも無茶だって。レフリーが止める。さあ見ろ、意気込み、気持ち、全部受け止めたよ。全部